親子でわらびの時間がやってまいりました。はい、今日は9月の4日ということで、9月入りましたね。あっという間に8月も終わりになりましてね。でもまだまだ沖縄は暑いですね。今日も天気はいいんですけれども、雨がね途中降ったりしてましたね。はい、でですね、もう学校が始まってるところもありますけれども、まだ来週から学校が始まるというところもね、それぞれなんか小学校中学校によって違うらしくてですね、今日わらびんも今日は親御さんっていうよりもお母さんがいらっしゃってて、あ、はい、親子は一組いらっしゃってましたね。学ランを見に来ていたんですけれども、やっぱりちょうどね、新1年生の学ランがやっぱり少ないというか、サイズがちっちゃめのものを今探してる方が多いんですね、やっぱり。で、結構やっぱりね、3年生の、卒業した先輩たちからのお下がりが多いので、大きいサイズは意外と残ってはいるんですけど、小さいサイズがやっぱり少ないのですぐなくなっちゃうんです。なのでできるだけよくほらね、大体男の子ってちっちゃいね、中学校1年生の時って本当にちっちゃい子がどん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 大きくなって、もう着れなくなるじゃないですか。なので制服ね、ちっちゃいのがまだお家に残っていてもう着ないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひですね早めにわらびんの方に譲っていただけるととても助かります。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この番組ではメッセージを募集しています。はい、ごめんなさい、ですね、はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp、またファックスは 098-934-8653、また FM コザではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。また番組の模様は番組終了後に FM コザの YouTube チャンネルにて見ることができます。過去の放送も見ることできますので、ぜひお楽しみくださいということで、今日も始まりました。はい、ルドルフさん今日もありがとうございます。大阪もそうなんです、雨が降ったり、全国的に今日はやっぱ天気がちょっとね晴れたり雨が降ったりっていう感じなんですかね。そうなんですよ、沖縄もそうなんですけど、今はとてもねいい感じで太陽も、はい、出てきてですね、暑いです。はい、今日もお願いしますね。では今日も素敵なゲストさんお呼びいたしましたので、はい、まずは自己紹介お願いしたいと思います。ではどうぞ。はい、磯崎千佳と言います。よろしくお願いします。私沖縄出身ではなくて神奈川出身なんですけれども、うん、沖縄戦とか沖縄の民話とか、うん、沖縄に関わる絵本の絵を描く仕事をしています。学校の美術の先生でもあります。よろしくお願いします。はい、千佳さんです。イエーイ。はい、お願いします。はい、磯崎千佳の夫です。大池勲と言います。はい、はい、簡単に言うと私も生まれた時は川崎市、それから数え切れないほどいろんなところ引っ越ししてるんですけど、うんうん、実は今いるところが一番長くて2003年から何年だ、18年くらい、玉城に住んでいます。あ、はい、南城市ですね。はい、はいはい、勲さんです。イエーイ。はい、ということでお二人ですねいらっしゃってますけれども、ご夫婦なんですよね。素敵。そうですね、いいですね、ありがとうございます。今日も遠くから南城市から、ね、いらっしゃったということで、はい、今日このようにねご縁があったのはですね、私の同級生のルミコちゃんからね、つな、はい、がったんですが、なんと絵のね先生をしていらっしゃっていて、はい、その絵本の方の絵をね描いてるよっていうことで、先月8月のニュースでしたよね。ああ、はいはい、NHK の、ね、沖縄ホットアイでちょうど沖縄戦を
伝える絵本っていうことで紹介されて、キャスターの方たちがあの朗読をアナウンサーの方たちがしてくれるっていうのであの取り上げられましたね。はい、それがあるんだよね、ぜひ見てくれないっていうことで、あの同級生ルミコちゃんから話があって、え、素敵と思ってすぐ私はもう友達にみんなでシェアしたら、みんな見る見る見るって言ってニュースを見て、そうなんです、すごく感動して、同級生ネットワークがすごいな、もうあの本当に素晴らしいねっていう話から、もうそっからすぐラジオにも出てほしいっていう私の、ね、願いがですね叶ったんです。ありがとうございます。で今日また素敵な旦那様もダーリンも一緒ということでもう旦那様も、ね、私ちょっと今日初めてだったんですけど、なんか南城市のガイドなさってるということで、ガイドの会のメンバーに入れてもらったんですけど ね、 ねあ、でもこの本人もメンバーではあります。あ、そうですね、私もそうなんですけど、あのはっきり言うと何だっけ、なんていうの、その学校にいるのに学校に来ないような感じ。あ、まあね、そうかもね。なんていうの、名前だけ。なんかね、あれなんです。幽霊会員。どっちかっていうと、あの南城市は合併して、今の南城市になっていたので、はい、その前にあの玉城とか知念とか、それぞれのその市の中での、あの地域のガイドっていうのが団体があったんですよね。それがみんなまとまって、今奄美清ロマンの会っていう一つにまとまって、今はセーバウタキが中心です。あ、なるほどね、はい、だから事務局が緑の館、セーファっていう名前になってるんですね。そうなんです。今セーバウタキは入れないんですか。まあ、うん、あ、やっぱり緊急事態宣言、今のところ9月12日までは緊急事態なので、この先はまだ見えてない。あ、そうなんですね、沖縄のこういういいところがもう入れないって、なんかすごく寂しいですね。まあね、なんかあれですね、あの日々こう周りの地元から見てると、あの人がちょっと多すぎた時期もあったんですよね、セーファーは。あ、そうなんだ、はい、だから逆に森が元気になってきてるかもしれないっていうのはちょっと思います。なるほど、ちょうど変な話、ちょうどいいかもしれないですね。そう、そうですね、誰も入らなくなって、そう、はい、そうね、もともとやっぱり祈りの場だったので、静けさが多分祈るっていうのに必要なんだけれども、それがちょっと落ち着いてね、できない感じがあったので、あ、そっか、観光化になっちゃってね、観光客の方がわーって来ちゃうと、パワースポットとか言いながらね、今ね、そんな感じになっちゃうと、もうみんなね、はいはい、ちょっと違う感じで訪れちゃったりしますもんね、はいはい、あ、そうか、じゃあ本当にね、それですよ、よく聞かれる、ここはパワースポットですかとか、そうそうそう、どこですかとか言われるの。そうなんですよそうなんですよ ね、 ね、そういう感じで思ってる方多いと思いますよ、ね、うん、でもなんかやっぱり、あの山というか、あの森自体がセーファウタキは全体がやっぱり聖域なので、ここがとかあそこがっていうことよりも、そういう場所の集合体なんですよね、あの一帯が。なるほどね、そういう、はい、でも本当に私思ったのが、お二人ともほら県外の方じゃないですか。そうですね、そうですね、でその方がそういうね、この南城市の観光のガイドをしたりとか、はい、あと絵本もこの、そうですね、私沖縄戦をやってるから、ね、はい、絵本に携わるっていうのが、はい、なんか私びっくりで、沖縄に住んでいながらもなかなか分かって いそうで分からないっていうのが、なかなか地元だと、私も自分神奈川ですけど、うん、はいはい、やっぱり大人になってからですよね、自分の地元のことを考えるようになるのって、だから私なんかの場合はもともと東京で学校の先生をやっていて、はい、やっぱ沖縄戦のこととか、あとその美術系だったので、私美術大学でしたから、そうすると沖縄の工芸品とか、はい、そういうものの勉強を東京でしていたので、やっぱりあの初めての場所に移るとか移住するってなると、そこのことをやっぱ知ろうとか勉強しようっていう風になるので、それでやっぱり知識が増えてったり、あの人の輪が広がったっていうことはあると思うんですよね。はい、ね、やっぱりね、あの本当に沖縄戦ってもうとにかく奥深いんですけど、今はこの絵本をね、先ほど聞いたらデビューが何年でしたっけ。一番初めに書いたの2003年ですね。2003年の絵本をデビューにして、はいはい、今もずっと何冊でしたっけ。もう20冊目ぐらいになりますね。もうたくさんの絵本を書かれて、で、この沖縄
もう全部沖縄に関する絵本。そうです、あ、全部沖縄に関するのですね。そうなんですね。で、だいたい毎年1年に1冊か2冊、うん、例えば、うん、先生がサイパンのがありますけど、はい、あれも沖縄の人のあれだったからね。そう、あのだからサイパン戦をやるにしてもやっぱり沖縄の人たちがサイパンでたくさん亡くなられてますから、うん、そのことをやるとか、だから沖縄戦なんだけれども それに関わる周り の、うん、あの内容のものとか、うん、そういうこともあるね、うん、もうほとんどじゃあもう多分私よりいっぱい知ってるんじゃないかなって感じがするんですけどどうなんでしょうね。だから私はあのどちらかというとその個人的に皆さん、うん、あの体験者とか、うん、遺族の方たちがあの自分の家族とかに、うん、残したい、自分の家族の記録を絵本として残したいっていうことがきっかけになって、うん、相談に持ちかけられることが多くて、なるほどね、うん、でだからなんかあの広く始め知るというよりは、うん、あの個人的な知り合いになって、うん、その方の家族の思い出っていうのに深く入っていく、ね、そういうことでしたね。それがどんどんこうそれがまた口コミで広がって、うん、別の方が今度それを見てまたお願いしますと、じゃ意外と一人一人のなんか物語っていう形になってるような感じですか。そうですね、そっちですね、どっちかって、すごい素敵。だから私の場合はそういうふうに個人の方に入っていくの でそれをだから夫があの沖縄戦 そのガイドをやったり、うん、あとその本とか資料にすごく詳しいんですね、うん、彼の方が。なるほど、うん、だから、その裏付けというか、うん、あのやっぱその方が形に出した時に、うん、あの周りから責められたり、うん、あのいろんなことが起きないようにあのいろんな視点からの、うん、この同じ時期に同じ場所にいた体験者はどう見てたのかとか、うん、そういうことの、ねね、確認をよくやる ね素敵。でもお二人で作り上げている絵本っていう感じですよ すね、はいはい、私の名前で出てるんですけど、うんうん、ほとんど彼が助けてもらってないとちょっと難しい、うん、口出す癖がある。いや素敵。もうご夫婦でこうやってお仕事を一つをね作り上げるっていうのを作品として残っていくからまた素敵ですよね。なんかね意図してたわけじゃないんですけど、そういう風になってた。自然とっていう感じですかね、はいはい、素晴らしい。で今20冊ほどねもうあのね、はいはい、もう出版して普通にもう、ね、あのただね自費出版も結構あったので、うんうん、もう絶版になってるものも多いんですよ。そうなんです、うん、なんか学校とか図書館には図書館には全部あると思います。 ある、はいうんはい、その中でどうですか、もしこれはすごく、まあ、全部素敵だと思うんですけど、今回の NHK で取り上げられたのがそうそう、これはいただきますという、いただきます絵本ですね、はい、でこれは2007年に作った本で、うんうん、私が沖縄戦の絵本を書くっていうことのきっかけになった絵本でした。で読谷のお話です。これは読谷のね、うんはい、やっぱりいろんな地域で違いますから ね、はいはい、本当じゃああのね、数も多い中、まあ、どうなんだろう、まあ、一番なんていうのこう思い出にの残ってるというか、なんか紹介したりとか何かあります？残ってるのは、今まで過去やった中で一番大きく広がってったのは、うんうん、菊さんの沖縄戦っていう白梅学徒隊のことを書いた絵本がありまして、はい、でこれはあの退職されたあの女性教諭の会というのがあって、うんうん、その方たちが、うん、あの編纂したものなんですね。であの白梅学徒隊 あの中山菊さんっていう、うん、あの方がいらっしゃるんですけど、うん、その方の、生き残った記憶をですね一つ形にしようということで、もう菊さんは今93今ご健在なんですよ。はい、そうなんだ、はい、でこれがきっかけになって私はあの今、白梅学徒隊の記憶を継承する若梅会という若手のメンバーの一人にもなっていて、はい、今慰霊祭とか の、はいはい、あのお手伝いをもうこの 2,3 年やってるんですね。やっぱりね、あの語り継がれないといけないですからね、はい、そういう、はい、本当にどん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 、ね、そうなんですよね、体験する方が少なくなってくると、はい、いかにその思い本当にちゃんと伝える方たちがいないとっていう形ですよね。菊さんはこれ
3年生、中学校3年生の時なのかな、小学校の時からスタートなんですよ、はい、ちょうどパッて開けたら3年生の頃だったので、うん、小学校3年生だったんですね。そう、それからだんだん、それがちょうどこうだんだん大きくなってきて戦争が激しくなっていくよっていうことをこう、うん、なるほど、一つで最後はもうお年寄りの場面で終わります。そうなんですね、はい、もう本当にたくさんの作品あるのでぜひですね、皆さんにまた紹介していきたいと思うんですけれども、今日またリクエスト曲ね、素敵な曲も選んでいただいているので、はい、まず間にですね1曲挟んでまた後半に行きたいと思いますが、うん、じゃあ曲の紹介をぜひ、はい、ちかさんからお願いしていいですか。はい、ことぶきという2人のバンドのオリオン、はい、はい、どうぞお聴きください。たとえ試合に出れなくても仲間のために一生懸命大声で応援している君はかっこいい。店舗、ご家庭のリフォームから駐車場やお庭までお気軽にご相談ください。地域に貢献、ヤフト工業。ヤフト工業は少年少女の夢を応援します。不動産のことなら沖縄市阿波市にあるライフベースへ。楽しい会社ですよ。みんなハッピーになりますよ。電話番号は 098-963-5181。 ご連絡お待ちしております。喘息の原因と言われているダニ、キングラン沖縄のお布団クリーニングでは防菌防ダニ加工を行っていますので、デリケートなお肌の方でも安心。夏の時期なら布団の圧縮も受付中。NBC 斜め向かいでお待ちしています。元祖お布団丸ごと水洗い、キングラン沖縄。ありがとう、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 ありがとう。みんなのありがとうが私たちの力です。子ども応援団わらびん。子ども応援団わらびん。お家に眠っている制服はありませんか？もう着ないけど捨てるのはもったいない。まだまだ着れるのに。誰かの役に立ててほしい。そんなあなた、わらびんにご連絡ください。あなたの思いがつながります。制服リユースといえば子ども応援団わらびん。はい、では CM 明けまして曲も聴いていただきましたが、後半もあっという間に終わりますので、ちょっと急ぎ足でですね、なんと明日イベントがあるということで、はい、イベントの告知をお願いしていいですか。はい、
明日那覇の純駆堂でですね、はい、3時から、私 の, あのこの7月に出した、うんうん、シェフで行こうぜというあの児童文学の本があります。その作家である上条さなえさんと、うん、そして、挿絵を担当した私のトークのあのイベントが開催されます。トークイベントなんですね。そうですね、対談っていう形になるのかなと思いますけど、うんうん、はい、なるほど。なんかねすごいあの今までは色鉛筆のタッチでねあの絵を描いてたんですけど、ね、はい、これはまたちょっとね、まあ、表紙は絵の具ということ で、ね、中が何でしたっけ、中はねあのペンで描いてますね。あの漫画とかを描くときに使う G ペンっていうペンとインク、うんうん、あと墨汁ですね、うん、それであのどうしても児童文学の挿絵っていうと白黒なので、うんうん、色鉛筆とかではなくペンを使ってやってるので、うん、ちょっと全然雰囲気がね違いますよね。違う、もっと明るいなんか快活な感じに仕上がってると思います、ね、こっちの方がこれからもどんどん新しいちかさんのなんかねカラーが出てくるんじゃないかなっていう感じの一冊になっていますが、明日は純駆堂で何時から何時でしたっけ？一応あの3時からスタートですね。何時までっていうのはちょっと聞いてないですけど、うん、多分1時間ぐらいで終わるんじゃないかなと思います、うんうん、こういう時期なので。ああ確かに、はい、あんまり長い時間、ね、はい、はい、もしお近くにお寄りの方はね、はい、ぜひ純駆堂の覗いてみてください。よろしくお願いします。ではですね、もう終わりも近づいてきてるので、ちょっとちかさんとあの伊沢さんに、まあ、今後のね夢とかビジョンとかであればちょっとお聞きしたいんですけれども、じゃあちかさんからお願いしていいですか？はい、私はやっぱり沖縄戦の仕事をずっとやってきたので、うん、あのやっぱそれはずっとライフワークとしてというか、あの、うんうん、最近亡くなられていく方々も多いので、やっぱそういう体験者の方々から受け取った種っていうのを私なりにちゃんと育てて、うん、あのちゃんと咲かせて私なりの表現で、うん、あの伝えるっていうことをこれからも続けていきたいなと思ってます、うんうん、素敵、大事大事。やっぱりねなかなかみんながみんなできることじゃないので、ぜひこれは続けてね、本当に一人でもで、ね、本当に多くの方々の思いをね、はいはい、絵本に載せて残していただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ伊沢さん、はい、はい、伊沢さんの夢とかビジョンとかぜひ聞かせてください。夢ね、はい、何でもいいんですよ。どこかに遊びに行きたいでもいいんですよ。あのそうね、あのなんかおかげさまでっていうかありがたいことに今の生活ってなかなか充実してやってきてるんで、うん、まあそうね、そのままの感じでいけたらいいなと思ってます。それから周りにいろいろ企画をしてね、あの、うん、今ちょっとお知らせしようかなと思ったのが、うんうん、まあ、告知みたいな9月の17日にベッテルハイムホールっていうのが、あの、あそこはなんだっけ、浦添、あ、そうそうそう、はい、まあ、ベッテルハイムホールのベッテルハイムは人の名前から来てるけど、あのキリスト教のね、はいはい、関係ですけど、あ、ライブやるんだ。そう、あ、ライブ、ライブっていうか催しがあって、はい、これはあのご存知の方が多いと思いますけど、大城慎也さんがですね真夜中慎也、真夜中慎也さんが、まあ、もうあの人のエネルギーを本当に尽きることなくですね、あのご存知の方いると思うけど、もう歩くのもゆっくりしか喋れないし、うん、あ、歩けないし、話すのももう、うん、あのつまりちょっと体の調子が悪くなってからできないんだけど、それでも歌うっていうね、うん、うん、そこに関わってるんですか？あ、そう、あ、僕ねベース弾くんです。あ、あ、そうなんだ。初めに聞くの。そうなんですね。そうで、まあ、そういうのもあるので、皆さんもあのだから催しがないわけじゃないよね、うん、今ね、うん、ゼロになってるわけじゃなくて、うん、なんか工夫してやってるのがあると思うんで、うん、ぜひそういう情報がそれぞれね行って、そうやってみんなその度にきっと生き返るんで、そうね、そうですね、あの催しをする方も生き返るし、僕も久しぶりにベース弾くし、うんうん、なるほど。なんかそういうようなことでねと思います。じゃあ9月17日に向けて、うん、で本来はこれはね3日にやろうとしてたのかな、うん、あのあのあれがありますよね、いわゆる沖縄戦が終わった日がいつかっていうような話もあるんだけど、調印式があって、 この近くだよ、うん、ね、なるほど、あの米軍との間の、はい、それでもって沖縄戦が終わったっていうのの9月7日だったかな、ね、それに合わせて、はい、大体その頃にやろうって言ってることだけども、ちょっと延期になったりしてます、うん、なるほど。じゃあ9月17日に、うん、はい、ぜひ皆さん遊びに来てほしいですね。この辺もまたよろしくお願いします。伊沢さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、はい、ではこの番組は有限会社ヤフス工業、キングラン沖縄、
株式会社ライフベース沖縄薬膳美人さんの提供でお送りしました。今日お届けしましたのは子ども応援団わらびのよっちゃんと、あ、磯崎千佳と大池勲、はい、でした。また来週、さよなら。ありがとうございます。